こんにちは、ゆうです。バズドラのお時間です。今日誕生日の方、おめでとうございます。はい、今日はね、久しぶりにメインアカウントでですね、はい、動画撮っていきたいと思います。はい、今日使ってみるのはですね、はい、某、ね、アプリが、東京リベンジャーズコラボということで、はい、勝手に東京リベンジャーズコラボですね、こちらも。はい。前、何やったっけ、勝手に、鬼滅の刃コラボやりましたね。はい。それでちょっとタッチペンの声。はい。で、今日使ってみたのは、マイキーで、で、10月も1日ということで、はい、マイキーでね、クエスト、行きたいと思います。10月のクエスト行きたいと思います。ごめんなさい、まだ10月ね、ニューマークついてるんですよ。10月ニューマークついてるんですけど、はい、10月ニューマークの行くのは、はい、今回挑戦するのはですね、10月のクエスト、11ですね、はい。11、いいですね。僕のラッキーナンバー1なんですよ、はい。で、9月の11日に、こんな編成で挑戦していきたいと思うので、パーティーご紹介します。はい、パーティーはこんな感じですね。はい、リーダー、佐野万次郎くんですね、はい。マイキー、初代所長、佐野万次郎、リーダーが佐野万次郎ですね、はい。中学生に LG 化、潜在にイラジン体制、で、アシストに、ヘンリー・ルイズじゃなくて、シェリアス・ルーツの武器です、はい。で、リーダースキルが4色以上同時攻撃、ダメージを軽減2コンボ加算、8コンボ以上でダメージを半減攻撃が22倍、固定値ダメージとなっております。ちなみに僕、そのね、ただいま東京リベンジャーズコラボ、やってるアプリをちょっとインストール、入れてるんですけど、まあ、確定演出まで出てね、はい、トーマンって言ってね、はい、マイキー出ました。はい、ありがとうございます。で、こちらが、ドラケンくんですね、はい、ドラケンくんに中学生7コンボ強化、上限解放、意味あるかわからないですけど、で、アシストが鎧化ですね、はい。これね、一応ね、消せないとバインド、核戦後解除対策となっております。はい。あとね、激減もね、軽減か。はい。で、こちらがウルトラマンジードですね。ウルトラマンジードウルティメイトファイナル。はい、ファイナルですね。はい。中学生が、スキルプラス。で、助言解放。で、恥ずかしくてダメ。つけております。無効貫通学ですね、言うたら。はい。で、こちらね、ごめんなさい。はい。一回使ってみなかったウルトラマンオーブオリジンですね。はい。中学生が4色攻撃強化。で、これもね、一回つけてみたかったんですよ。ダメージ上限解放3倍。はい。に、スキルチェーン2つ。で、アマージュ武器ですね。はい。で、こちらがね、超高度ということで、はい。で、直前までね、最近までやってた電撃文庫コラボキャラを入れてみました。はい。中学生が完全独体制。で、回復強化プラスプラス。まあ、その、スキルでもね、自動回復できるんですけど、はい。まあ、自力でもね、自動回復できるように回復強化つけております。で、スキルチェーン2つに、こちらがね、3ターンの間 HP を 25% 回復。ラーハルトの願いのと魂のこもった鎧。これ何の武器か分からへん。はい。で、あと激減。はい。そんな感じです。まあ、テープとね、チーム HP 盛り役割ですね、これは。はい。で、こちらが、助っ人の、上条トーマですね。はい。アシスト、潜在がアシスト無効回復に、スキルチェーン2つ、護身パガンの武器つけております。ごめんなさい、これパーティー紹介しますって言って、パーティー編成で紹介してた。気づかなかった。はい、それではこちらの画面で、はい、行きたいと思います。で、バチは HP プラスです。それでは、10月クエスト、レベル11か、はい。なんて言ったのタイムリープですよね、東京リベンジャーズって。それだ。タイムリープか。ハレルヤチャンス僕ね、原作をね、全然知らんくて、ほんまに、これ東京リベンジャーズも、はい。学生時代のね、後輩の子がね、ずっと吉沢亮くんが好きで、はい。とりあえずあれか。編集しようか。よし。で、ラーハルトも使っとこうか。はいはい。で、オーブはいいか。で、鎧かもええか。はい。で、この感じで、何したいんやったっけ。はい。色決めたいんだよね。はい。色決めたらええから、はいはいはい。はいはいはい。いや、今日初パズルなんですよね、これ。はい。大丈夫かな。はい。大丈夫かな。はい。
久しぶりね、あのダンジョン動画撮るんで、もうちょっとグダグダになっちゃったんですけど、はい、すいません。はい、そこ。めちゃ毒、峠降ってくるな。あ、さ、無効貫通忘れた。無効貫通忘れた。まあいいか、まあいいか、まあいいか、まあいいか。はいはいはい。じゃあ、アマージュ使って、はい。一旦耐えようかな。一旦耐えようかな。はい。よし、これで。はいはい。OK。で、アマージュ使っちゃう。これ恥ずかしくてダメ使って、はい。で、オーブのルーレット浮気してあげましょうか。OK、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 OK。はいはいはい。はいはい。めちゃくちゃあれ、これ大丈夫かな？こんな消して。よかった。自力で回復持ってきてよかっといた。よかっといたじゃなくて。意味わからんけど。はい、オッケー。よっしゃー。はい、次、It's showtime。あー、属性吸収積んでくんの忘れたな、そういえば。え？属性吸収積んでないよね、これ。水引っかかるやん。いやー、ちょっと待って。マジか、マジか、マジか。ちょっと水消さんように頑張ってみるか。闇もね、攻撃ソースになってるから。ちょっと待って、水消さな無理やな、これ。OK、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 OK。はい。やっべ、ちょっと下ります。4ターン下りますわ、これ。はい。そう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 。吉沢亮くんがね、好きで、好きな後輩がいて、はい。何やったかな、あの方、全然来へん。なんとか、美月さんと、ご結婚された方。あ、そうそう、これいるから使ってたね。はい。で、インデックス使って、で、大丈夫なのかなこれ。ゲーム実況的に。まあ、ええか。もう、とっくに使ってみた動画出してはる人、やるもんね。はい。山下美月さんでしたっけ？女優さんのね、はい、と、出てはったドラマも僕見てたんですよ。そっからね、その後輩の子もファンにならはって、はい。ちょっと待って、これ無効貫通つけてへんねんけどな。大丈夫かな？こんな無効貫通だらけやと思わへんかったな。一回ね、実はね、ワンフロアに入ってしまって間違って、パーティー紹介します。んでね、最初下っちゃったんですよ。はいはい。こんな感じなんですけど、これ、スキッチャーとか持ってんのか？あれ？あれ？あれ？これ、無効貫通もあんの？あ、ほんまや。すごいな。なんか、ハロウィンじゃない？あ、そうでもないか。え、ハロウィンやんな。ハロウィンか。まあ、これでもいけんことないしね。はい、行きましょうか。はい。はい。そうで、マイキーのね、吉沢亮くん、はい。結構、もうなんか、最初からね、僕ね、瀬戸さんが出てはっ、え、硬っ！ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい。やっぱ、やっぱこれちょっと、大丈夫？ 4色決まってんかった。4色決まってんかった、これ。はいはいはい、はいはいはい。あー、はいはい。はいはい、はいはい。はい、はい。あ、ちょっと待って、はい。なんか適当でいいや。おし。おし。そうそう、何のドラマやったかな、あれ。あ、マジで結構硬ない。結構硬いねんけど。硬いねんけど。はいはいはい。これ4色。あるか、あるか、あるか、あるか。何のドラマやったかな、多分ね。もう10年ぐらい前なんですけどね。まだ、吉沢亮さんが、そこまで有名じゃなかったのかな？はいはい。
待って、これ4色決まってんな、なんかさっきから。ごめん、もうあかん。これむせてるわ、むせてるわ、完全に。はいはいはい。はいはいはい。はい。OK、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 よ、OK よ。OK よ。回復4消しする意味っすよね、はい。なんかスキチャ溜まったな、今。誰がスキチャ持ってるん、これ。あ、ウーティメット、アルティメットファイナルか。もうなんかめちゃくちゃなこと言ってるかもしれんけど。チーム変動。お、76アザース。よし、覚醒の子やっぱ出てきたね。え？なるほど。はいはい。それ、ここあんま頑張らんねえんか。はいはい。こっから頑張れってことだね。こっから頑張れってことだね。はいはい、OK、了解。はいはい。はいはい。はい、はい、ちょっと待って、僕もうめちゃくちゃ苦手なんですよ、この76が。よし、5色決まってるね、スキちゃんの音溜まったってことは。おーし、半分いけど、いきました。敵の行動ターンが変化した。はい、アグルネチート、チートマグマエネルギー。はいはいはい。吉沢亮さんめちゃくちゃイケメンやんね、ほんま。マイキーくんとかも入れてこうかなと思ったんですけど、マイキーくんちゃうわ。これマイキーくん入れてるからマイキーくんか。あ、勝った。あ、そうした。いや、勝ちましたね。ちょっと意志もらいに行きましょうか。24個あるんで、2回だけね、メインアカウント、スーパーゴッドフェス引いていきたいと思います。はい。魔法戦に行こう。あざっす。これで、ルカちゃんが出たら、ラッキー。最近、裏木工場をね、周回してるんでね、僕、柴犬丸で。もう、嫌ほど見てるんですわ、ラファエル。で、これで、はい。はい。さあ、ここで見せてこそ、見せてこそ、東京リベンジャーズじゃないの。裏木工場スーパーゴッドフェスですか、これ。裏木工場スーパーゴッドフェス、分かる方にはめちゃくちゃ分かるんですよ、これ。はい、ね、はい、まあ今回はね、クリア力、なんとマイキーでも、クリアタイム、7分58分ぐらいでね、クエストレベル11クリアできるんで、マイキーでもって言ったらあかんね、黒い衝動に駆られて、ぶち切れられるんで、はい。もしね、よろしければ、マイキー皆さんも使ってみては、どうでしょうか。使わんけ。まあ、こんな変感じでも勝てるんで、ね、まあ、サブがついただけなんですけどね、はい。それではですね、それでは、今回はこれでお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければね、ぜひ、もしよかったら動画の感想や、コメントも、それは感想内、いただけると嬉しいです。もしよかったらね、高評価も押していただけると嬉しいです。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、また次回お会いしましょう。バイバイ。私の居場所ですって断言した。一言で報われ。